はい、皆さんこんにちは、ソヤンです。今回はタミヤ48分の1シーハリアーの機体塗装その1として、シャドウ拭きと機体下部塗装の様子を紹介します。操縦席とエンジンルームにマスキングのティッシュを詰め込んだところで作業開始です。細拭きしたいのでハンドピースは PS770 を選びましたが、例によって塗料の希釈とエアーツの決定に苦戦しました。シャドウ拭き用に随分昔に希釈しておいたタミヤアクリルのフラットブラックを使います。パネルラインに沿って塗装します。詰まった塗料が急に抜けてしまったり、細拭きがうまくいかないのでストレスがたまります。何度も考える通り、細拭きの実験を徹底的にやらないと塗装はうまくならない気がしてきました。59歳になりましたが、日々勉強する必要があるもんです。機体、主翼、搭載拭きにひたすらシャドウを拭きます。
下下部色を塗る前に塗装液の目安にマスキングテープを貼りました。額下部色にフラットホワイトを吹き付けます。シャドウ吹きしたフラットブラックを潰さないように、こちらも細吹きと戦いながらの作業です。
Thank you.
最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、ソエンでした。